未来情報発信ソーミラ。リスナーの皆さん、こんにちは。大野康則です。榎田のりこです。この時間はソーミラ相対的未来情報発信番組をお送りしていきます。ニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント、ソーミラをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組です。パーソナリティは大野康成さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして日本能率協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです。はい、菊池健二です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、日本国内の急成長市場についてちょっと話してみたいと思ってます。よろしくお願いします。さあ、そして本日未来コンパスゲストはこの方です。株式会社レオック代表取締役社長 CEO の森秀和さんです。よろしくお願いいたします。森でございます。よろしくお願いいたします、ね、レオックさん、今年ね一番マグロを落札した小野寺グループでして、はい、このシニア給食だとか学校の給食で急成長していると、まあ、その理由と戦略についてお話をお聞きしたいなと思っております。給食から最高額マグロってめちゃめちゃ幅がありますね。楽しみにしています。さあ、この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。それでは番組スタートです。この番組は日本能率協会総合研究所あつらいの提供でお送りします。ソーミラトレンド。ソーミラトレンド、このコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです。今週は何ですか？はい、今週はですね、宇宙市場です。いいですね。確かにね、ソーミラーがスタートした時に、うん、結構イーロン・マスクについてね、はい、取り上げたと思うんですけど、だいぶそこからこの1年で変わりまして、かなり大きくちょっと成長してるので、ちょっと改めてそこの話はできればなと思っております。で、やっぱり宇宙市場をこう拡大に合わせていろんな企業さんがこう取り組みをし始めてるんですが、最近の新しいニュースでいきますと、三井不動産がですね、日本橋にこの宇宙ビジネスの育成の拠点をですね、JAXA と作るということを発表されまして、このベンチャー企業ですね、ベンチャー企業をどんどん育成しようというところで、コワーキングスペースですとかビジネスマッチングとかをサポートすると、日本橋に集めようとしてるわけですね。そうなんです。そういうまあ設備がこうできて、ね、なんでこのやっぱり宇宙ビジネスにまあ人がこう今集まったりだとか、こういった活動が積極的に進んでるかというとですね、やっぱりですね、市場が伸びてるからなんですよね、うん、でこう世界のですね、宇宙経済のこう価値のところで見ますと、今59兆円というような形で毎年ずっと上がり続けてると。59兆円市場ですか。一回もほとんどこう限りがないといいますか、うんうんうん、ずっと成長し続けているというのがこの宇宙ビジネスと、うん、でしかもですね、さらにこう伸びる予定でして、2040年には132兆円の市場になるのではないかというふうに言われていると。20年後に今から2倍ぐらい、そうなんですよ。2倍から3倍。そうですか。特に伸びるというふうに言われているのが、今まだこの世に出てないような、要は衛星を活用した新しいなんかビジネスとか、データを活用したビジネスみたいな形で、その今ある衛星をうまくこう有効活用するようなビジネスが次々登場するんじゃないかなというふうに言われてます。でさらにすごくてですね、2050年、もうちょっと先になるんですけれども、石油産業ですとか自動車産業に匹敵する、もしくはそれを超えるような、400兆円が見えるような市場になるのではないかというふうに今言われてますと。なので、イーロン・マスクが火星を目指したりだとか、いろんな企業さん、アマゾンもそうですけれども、宇宙を目指しているのはやっぱこれだけ大きい市場がやっぱあるから、いろんなところが今目指しているというような状態。宇宙ってロマンがありますけど、でも私たちの生活にどんな風にこう恩恵を受けられるものがあるんですか？そうですね、パッと見に行くと、まず一つはそのインターネットとかどこでも使えるようになる、はい、携帯電話がその途切れなくなるみたいな、まずはそういったところかなと思います。多分あとは衛星サービスっていうのが普及したとしても、我々があんまり気づかないところで、例えば物流網がすごく効率化されていくだとか、多分そうですね、パッと見るところでいくと多分通信サービスとかなのかもしれないです。
で、あの実際と世界ではもういろいろなそのベンチャー企業、まあ、国内も含めてなんですけれども、いろんなところが出てまして、例えば衛星でリアルタイムで洪水の状況っていうのを把握して、こうアラートを上げるようなサービスですとか、あと国内のベンチャー企業でいくと、そのスペースデブリっていう、まあ、宇宙ゴミの問題ですね。そういう宇宙のゴミを回収するような新しいその衛星を打ち上げるような、まあ、そういったサービスですとか、まあ、あとは何といっても、まあ、世界中で一番注目されているのはスペース X で、前回確か総務ラで扱った時は1600とか1300とかそれぐらいの衛星を打ち上げてたんですけども、今3700機、つまりもう地球上をほぼ全てカバーできるような、うん、ようなもうちょっと規模がねでかすぎると。いや、ね、先ほどのアストロスケールはスペースデブリ、その宇宙ゴミを回収するように、はい、こうスペース X もう4000機ぐらいのね、そうした衛星打ち上げて、それきちんと回収するってことを考えて打ち上げてるんですかね。ですね、宇宙ってその要はまだ交通事故が起きてないんですよ、衛星と衛星がぶつかるっていうのは、はい、ただニアミスをすごく起きていて、そのニアミスの9割がスペース X です。なので、まあ、こう一気にこう打ち上げるっていうスピードとちょっと安全性はちょっとバランスがまだ悪いところはあるんですけれども、まあ、急激に成長してきていると。でなのでその安全性っていうところがこれから求められてくるのかなとは思っているんですけれども、うん、やっぱ日本にとってすごく大きいなと思ってるのはやっぱり自動車産業っていうところが、まあ、これから日本はちょっとなかなか厳しくなってくると、 EV 化にこう行ってくると、まあ、今まで培ってきたものっていうものが若干こう薄れていくので、そこの部分がこの宇宙産業で活躍できるかもしれないので、この自動車産業に匹敵するようなこの規模になるこのビジネスっていうのは、まあ、今までになかったような新しいビジネスっていうのがどんどん出てくるし、その衛星というものがですね、こう今までね、一機 何百億円ってかかってたものが、まあ、数億円数千万でできるようになると、ベンチャー企業でもね非常にチャンスがありますので、まあ、そういう意味ではこの宇宙ビジネスっていうのは本当にこれから拡大してきますし、これから2030年ぐらいにかけてから今までになかったような新しいビジネスがボコスカこう誕生してくるので、ぜひこの辺の部分をウォッチしていただきながらですね、特にスターリンクの動き注目していただけると、ひょっとしたら自分たちのビジネスをねさらにこう拡大してくるような新しいビジネスが作れるんじゃないかなと思っております。なんか宇宙が身近になりつつありますね。ワクワクします。ここまではソーミラートレンドでした。一旦 CM です。相対的未来情報発信ソーミラー。組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発です。その事業開発を支援すべく、スペックホルダーと日本能率協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしました。まずは総ミラウェブサイトから MONJU MONJU プロジェクトのバナーをクリック、専用サイトからご相談ください。教えて菊池所長。最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今日もですね、順調に成長している国内のあるマーケットについて話をしていきたいというふうに思います。で、今回のデータをご紹介したいと思います。2022年度、まあ、まだ真っ最中であるんですけども、日本国内市場はこのサービスは2兆6158億円。いや、順調に成長してますね。うん、まあ、いろんな流れがある中で前年比 8% 増ということです。そして10年後にはですね、この市場がもしかしたらコンビニエンスストアを超えちゃうんじゃないかと言われているですね。まあ、劇的に成長していく可能性が高い市場のご紹介というのが今日の大きなテーマになります。もうじらさず教えてください。承知いたしました。はい、で、これはですね、何かといえばそうです、シェアリングエコノミーです。シェアリングエコノミーのマーケットは実はですね、ちょうど1年前の総ミラで去年のデータを紹介してるんです。で、やっぱり、まあ、せっかく総ミラですから、まあ、1年経ってどうなったということを紹介した方がいいでしょうと思ったら、案の定ですね、最新データが発表されてます。ラジオをお聞きの皆さんは日本シェアリングエコノミー協会という団体がありまして、そこが1月の末に発表した、そうです、シェアリングエコノミー関連調査というのがありまして、そこでいろんなシェアリングエコノミーの市場が今後どうなっていくかというデータの推計を行っています。うん、で、毎年推計しているので、
あれですね、情報修正というんですかね、まあ、どんどんですね、そうなんです、数字が上がっていく方向にあって、そうですか、予想よりも成長が、そうです、予想よりも上振れしてる、上振れしてるんですね。ちなみにその上振れしてるやつはどのあたりがすごく伸びてるんですか。やっぱりですね、大きいのはまずスペース関係ですよね。スペース関係、スペース場所ですか。まさに前に来ていただいた秋葉さんとか、はい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 、はい、いわゆる会議室とかそういうのとか民泊とかも含めて、民泊も入るんですね。結構コロナもあって厳しいんじゃないのみたいな印象があったかもしれないんですけども、そのスペースをシェアリングするというビジネス自体は結構順調に来ていて、で、まあ、2023年度以降はですね、コロナの取り扱いも変わるので、まあ、ますます楽しみになるでしょうという感じが、これが一つ大きいです。あとはですね、やっぱり物ですよね、メルカリさんとか、物の売買とか、あとは移動関係だとカーシェア、サイクルシェア等々ですね。あとは結構これから面白いのがスキルですね、はい、人のスキルですね。これはいろいろあります。例えば子育てシェアですとか、あとはビジネス系だとランサーズさんとか、そういったビジネスも大きく見ていくと、はい、あとはスキル系、あとはですね、幕開けさんとかキャンプファイヤーさんみたいな、この番組でも何度か取り扱ってきたお金系のサービスですね。なるほどね。でもこのスキル系は結構私も使ってるかもしれないです、はい、ランサーズ、ココナラ、クラウドワークスとか。そうなんですね。ちょうど YouTube をご覧の皆様には、先ほどご紹介した日本シェアリングエコノミー協会さんのですね、発表されたデータの中で、こういうサービスがこの分類に入るんですよと、まあ、いうことで紹介がされていて、うん、で順調に例えばコロナに対する世の中の考え方が変わっていったりとか、あるいはシェアリングというのがまだまだ一部の人のものという話もあるので、使う人が増えていくと当然どんどん市場が上振れしていくということでですね、まあ、実は2032年ですね、まあ、YouTube をご覧の皆さんは一つの前のページになるんですけども、そうなんです、この市場でいくと2032年は実は、まあ、順調にこのまま進めばですね、この市場が8兆5000億円ぐらい、これが大体日本でいうとドラッグストアと同じぐらいの市場です。で、いわゆる認知度が上がったりとか、世の中の意識がどんどんですね、環境配慮にする世代がどんどん増えていくので、そういう人たちに定着していくと、課題解決シナリオといって市場が15兆円ぐらいになってもおかしくないと。ちなみにこの15兆円というのが日本のコンビニエンスストアを上回る数字になると。そうですか。いうことでですね、まあ、市場的には非常にこれから面白い展開が期待されているということでですね、日本シェアリングエコノミー協会さんのこのデータは、いろんなビジネスをやっている方が絶対注目しておいた方がいいということでですね、まあ、毎年ちゃんと紹介するというのも大事だと。本当ですね。判断ですね。定点観測本当面白いですね、うん、ご紹介しました。そうですね。で、ただですね、実は日本においても世界においても一つ気になる点があって、 B2B のシェアリングが市場の形成が遅れている感じがあると。 B2B ね、 B2B のシェアリングです、はい、例えばなんですけども、 B2B 領域で見ておきたいですねサービスというのがあって、株式会社カマンさんがやってらっしゃるですね、メグルーという、うん、はい、いわゆる食事のその容器ですね、はい、容器をリユースしていって、いろんな飲食店で連携しながら何度も使えるような形で、そうなんです、リユースして、それは要するに容器をシェアしてですね、ゴミを減らそうという、そういう取り組みをやってる会社が今すっごく注目されていると。それなんか出前を取ると中華屋さんがまた食器取りに来るじゃないですか、はい、それがこういろんな店舗が同じ食器を使って、連携して契約して、それをシェアリングしたりとか、あとレストラン等でも、はあ、そう、面白い ずっと使っていく形で、この会社が世界からも実は注目されていて、そうですか。そうですね、サーキュラーエコノミー、循環経済の観点でこの会社のサービスはジャパンで面白いよみたいなことでですね、実は海外で注目の一社としてすでに挙げられているということで、株式会社カマンさんのやってるメグルーというサービスはですね、ラジオを聞いてらっしゃる方はネットで検索されるといいんじゃないかなというふうに思います。さあ、菊池さん、今日のお話を総ミラ的にまとめていただきましょう、はい、ありがとうございます。で、今日まとめておくとですね、先ほど申し上げた通りですね、もう子どもの頃から環境教育を受けている子たちがこれから社会にどんどん出てくると、そう考えると環境配慮する世代にとってはシェアリングが受け入れやすいものになるので、後押し要素が大きいと思います。で、私は実は頭脳のシェアリングっていうんですかね、うん、これまたそう見られてどっかで話したいなと思ってるビジネスアイデアがあるんですけど、頭の中のシェアリングサービスっていうのが生まれてくるんじゃないかと思っていて、今日はちょっとお時間の関係で予告編にとどまりますけども、うん、こんなのがあったら面白いんじゃないですかみたいなことをちょっとこの番組でいずれ紹介したいなと思ってます。はい、
人を残しながら、はい、であとはですね、あの B2B においてもやっぱりシェアリングのビジネスは注目ですし、やっぱり繰り返しになりますけど、サーキュラーエコノミー、循環経済×シェアリングのビジネスが B2B の会社にとっても絶対面白いはずなので、これはもうちょっとやっぱり市場が伸びていくといいなと思ってます。そして何といってもシェアリングサービスはですね、CO2 の削減効果が結構大きいんですよね。そうなんです。これはあのシェアリングエコノミー協会さんも発表されておられるので、ぜひ皆さんもチェックしていただければと思います。ここまではソーミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。相対的未来情報発信ソーミラ。ここで JMA システムズグループのあつらいからのお知らせです。ウェルネス経営にもっとワクワクを。企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネスエール。ウェルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです。健康管理をチームで楽しみ、意欲的に参加する。だから続く。新しいウェルネス経営の形をウェルネスエールが提供します。詳しくはウェルネスエールで検索。未来コンパス。未来コンパス。このコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく、魅力あるゲストをお招きし、最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。株式会社レオック代表取締役社長 COO の森秀和さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。最初の冒頭でもちょっと話しましたけれども、ね、一番マグロをあの落札した小野寺グループでの中で給食事業を、はい、に特化してやられている会社さん で、 そうですね、まあ、シニア給食、学校給食、ヘルスケアだから多分我々も多分どこかで恩恵を受けて、まあその要は食の裏側をこうサポートされている企業さんなんですけど、今そのまあいくつか給食の事業もやられていると思うんですけど、今どのあたりの事業っていうのが伸びてきてるんですか？あ、そうですね、あのコロナ禍があって、まあ、この数年ちょっと落ち込んでしまったのは社員食堂ですね。そうですね、だって閉鎖したりだとかね。そうですね、なんて極端に言うとあの1000食ぐらい提供していたところが300とか200に減りまして、でここがやはりあの昨今で言うと少し落ち込んでます。ただあのもうイメージ湧くと思うんですけど、病院ですとかあと老人施設においてはあのほぼほぼ 入院患者さんとか減りませんので、まあ、そのあたりが安定してあの伸びてきてるかなと思いますね。じゃあこのまあコロナとかで、まあ、学校とか社員食堂のところが減った部分、そのヘルスケアですとかシニア向けのところが伸びてきてると。そうです、あの業界的には今そちらが伸びてきてますね。なるほど。この売上の増加率を見てもずっとこう平均して順調に 7.3% で推移されているところを見ると、まあ、本当に堅実に着実とこうビジネスをやられてるんだなっていう感じがするんですけど、その中であの新しくそのチャイルドケア給食っていうところがこう伸びてきてるのかなって気がするんですけど、これはどういったところをやられてるんですか？あの、まあ、一時その待機児童の問題であの保育園の施設っていうのを5年ぐらいかなり増やしたんですね。でそこに民間の公的ではなく民間の企業さんが保育園を運営されていて、でそういったところにあの我々みたいな給食を委託を受ける会社が参入し始めているので、あの、まあ、給食業界の中でも比較的新しい産業になってます。でうまくあの首都圏中心にお子さんの施設の受託を、まあ、戦略的に進めてですね、まあ、今では社内で売上比で 8% ぐらいですかね、まあ、シェアが上がってきているという状態ですね。じゃあここは結構これから伸ばしていこうと。そうですね、伸ばしていきたいですが、まあ、あの人口動態的には減ってくところなので、あの子どもの施設を増やしつつですね、あとはあのバランスよく病院、介護施設、あと社員食堂、まあ、これを 30% ずつやって子ども施設を 10% ぐらい、まあ、このバランスが一番いいんじゃないかなと思ってますね。あとはこのなんだろう、今フードテックみたいなものっていうのがすごくこうあの伸びてきてるじゃないですか、はいはい、そういったところへの今なんかその研究開発みたいなのもなんかやられてたりするんですか？そうですね、フードテックはですね、あの業界フードサービス業界の中では若干ちょっと進みにくい産業で、っていうのは例えば
チェーン店のファミリーレストランとか飲食業さんはメニューが固定で決まってらっしゃるので、チャーハンを作る機械とか、うん、配膳をするロボットっていうのだけ作っていけばいいんですけども、例えば病院の給食っていうのは患者さん一人一人中身が違ったりですね、社員食堂も毎日同じメニューっていうのはちょっと出せないもんですから、厨房の効率化っていうのはややしにくい業態なんですが、例えばそれを取り巻くですね、どうでしょう、その提供する食事の数を IT 化できないかですとか、あとはそうですね、作る火を入れて焼くとか煮るとか揚げるみたいなところをシステム化できないとか、まあ、そういったことは進んできておりますね。あと何だろう、このやばい言葉が出てこない今現在この今3つをメインにやって、でチャイルドケア給食っていうのをこう育てていこうというふうにされているとは思うんですけれども、この中で特にこの事業を集中的にやろうとか思っているところとか、あとレオックのこの強みを生かせそうなところっていうのはどういうところにあるんですか。なんかパッと見た時にこうバランスが非常にいいなっていう印象で、例えば学校給食に特化したような企業さんっていうのはたくさんあるんですけど、なんかシニア給食もやられてれば子ども向けのもやられて、ヘルスケアもやられて、非常にバランスが良いかなと思ったんですけども、はい、そのあたりっていうのはいかがなんですか。そうですね、おっしゃる通りで、業界の中ではバランスよくやってる会社っていうのが、まあ、ほぼうちだけ、大手の中でですね。で逆にそれが強みになってまして、もう本当お年寄り、それからお子様、どの年齢の方にも食事が出せる会社であるということと、まあ、先ほど言ったこう社会的なですね、世界的な何かトラブルがあった時も安定した運営ができると。でもう一つはですね、まあ、いわゆるこう現地の場所で作る現地調理にこだわるっていうのがすごく強みになってまして、例えばご飯大盛りが食べたいですとか、小盛りがいいんですっていうのを毎日いるこう厨房のスタッフがですね、顔を見て、分かって、今日あなた大盛りねとかでやれるっていう強みが非常にあります。であとはできたものを現地に入れて提供してるわけじゃありませんので、味付けの好みですとか、あとはまあ体調による食事の中身ですね、まあ、こういったものを細かく現地で対応できる。で何よりですね、まあ、ご飯を提供する会社ですので、やっぱりこう機械的にできているよりも愛情を持ってですね、いらっしゃいませ、美味しかったですかって、まあ、こういう会話を実際こう食堂でですね、できるっていうのが、まあ、うちの会社の一番の強みかなというふうに思ってます。まあ、人材のところですね。やっぱり美味しいんですね。こう病院食とか社食とかっていうと、やっぱりこう、まあ、便利だけれども美味しさは、まあ、ちょっと求めることではないのかなっていうふうに、もう諦めてしまうようなところもあるんですが、はい、レオクさんとしてはそこはかなりこだわっていらっしゃる。かなりこだわってますね、なので他業者さんから切り替わった時は、お世辞もあるのかもしれないんですけど、もう大半やっぱり変えてよかったっていうふうに言われますし、どうしても限られた予算の中でやりますの で、冷凍の焼き魚を、まあ、何度で何分焼いたら一番おいしいかとか、あとは、まあ、かぼちゃをですね、何度の温度で煮たら美味しいかみたいなことを常にこう研究してまして、まあ、それをマニュアル化して動画のレシピに起こして、それを全国の事業所に展開してたり、まあ、そういったこう美味しさとか見た目、味付け、盛り付け、まあ、こういったところにはかなり気をつけてますかね。であと、まあ、レオクさんいろんな強みはあるかなと思うんですけど、私がこう見ていてここが一番だなと思ったのは、人に関するその制度ですとか、その採用計画、定着率っていうのは、はい、多分普通の企業さんより非常に高いんじゃないかなと、そうなんですよ。なんか人をすごく大切にするっていうのを、まあ、ここまで打ち出してちゃんとそれを実行して、しかも結果が出てる企業さんって少ないのかなと思うんですけども、具体的にどういう、こう取り組みをされてるんですか。
あのですね、まあ、先ほど言ったようにセントラルキッチンみたいなこうできたものを使うのをあまりしてない会社なので、現地で作ってもらえる人材がですね、うちの従業員がいかにモチベーション高くやりがいを持ってお客さんのために食事を出すかっていうのはすごく重要なんですね。でその中で、例えばやってるのがトップシェフアカデミーっていうのをやってまして、これは社員食堂ですとか病院、それからまあシニア、まあ、その業態の中の社内のトップシェフが集まって、まあ、月に1回研究発表会をしたりですとか、まあ、その方が考えたメニューをその業態の事業所で出したりですね、イベント食として出したり、まずはその専門家の方たちがモチベーションが上がるようなですね、まあ、そういう社内の育成制度を作ってます。それから新卒の栄養士さんですとか調理師さん、管理栄養士さん向けにはレオック大学っていうのを作ってですね、で3年間まあ、横のつながりを作ったりですとか、あとは自分のキャリアをイメージできるような面談をしたりですとか、まあ、そういう形で常にこう見てもらってるとか評価されてる、まあ、そういう状態を1年目から3年目ぐらいまで作るような、まあ、そういう研修制度を使ったりしております。で昨今といいますか、今後のですね、給食業界の一番の課題はやっぱ人手不足になってまして、うん、でこの数年でレオックとして取り組んでいるのは海外人材になります。それはなぜですか。もう少子高齢化で日本の労働力っていうのは間違いなく落ちていきます。で給食産業自体はですね、ほぼほぼ下がらないんですね。食べることはなくなりませんの でそうすると日本の人口は減って労働者は少ないけれども、マーケット自体は縮小しないので、どうやって商売していくか考えたときに、まあ、ご存知の通り世界の人口は増えていってますので、で小野寺グループの中にはですね、小野寺ユーザーランっていう会社があります。でここ何してるかって言いますと、東南アジアの今7カ国ですかねに日本語とあとは特定技能ビザの、勉強、農業ですとか介護ですとか外食ですとか、まあ、そういった特定技能のビザを取得できる学校を作ってます。これ無料の学校なんですけど、でそことですね、 OUR とレオックでコラボレーションのシナジーを生んで、レオックで働く人材を OUR に育ててもらって、で来年度からはですね、まあ、1000人単位でもう人を入れるように今教育スタートしています。いや、 ちょっとお話ね、お聞きして、まあ、戦略というところも非常にそうですけれども、やっぱりここまで成長し続けているのはその会社を支えていく人をしっかりここをこう育成して育てていくっていうところが多分成長の秘訣だったんだなっていうのをちょっとお話をお聞きして非常に強く感じました。ですね、もう少しお話をお聞きしたいんですけれども、後半はですね、ソービルアフタートークの方でお話をお聞きしたいなと思っております。はい、本日のゲストは株式会社レオック代表取締役社長 COO の森英和さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでは未来コンパスのコーナーでした。はい、来週はですね、遺跡納期株式会社の代表取締役社長執行役員の富安城さんにお越しいただきます。スマート農業、どんなことをやっているのか、農業ですか、はい、お聞きしたいなと思っております。榎田さん、木さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。この番組は日本農立協会総合研究所あつらいの提供でお送りしました。
来的未来情報発信総ミラ。総ミラアフタートークの時間がやってまいりました。ゲストは引き続き株式会社レオク代表取締役社長 CEO の森秀和さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私も新規事業をずっとこうやってきて、いろいろな、セミナーですとかいろんな経営者の方にお会いするんですけど、やっぱり大事なのが人、うん、組織をどう作っていくのかっていうところが本当に一番大事だなと思っているんですけども、先ほどもちょっとお聞きしましたけれども、この研修制度が本当に整ってるなっていう印象なんですけれども、うん、このレオクアカデミーとかカフェとか大学、はい、っていうのはこれ大体期間はどれくらいこうやられていくもあれですか？レオク大学はですね、3年間あります。これ新卒の公務系なんですけど、これ3年間やります。で、1年目はやはり毎月頻度高くやってまして、極力退職を抑えていきたいと。で、レオクカフェはですね、もうちょっとこうカジュアルなもので自由型なんですね。で、オンラインでやってまして、なので10人とか20人とか、例えばそうですね、美味しいカフェを作ろうとか、病院のメニュー作りを習おうとかですね、スポーツ栄養を学ぼうみたいな、今76種類の講義がありまして、うんうん、そこに全国のもう問わずですね、社員とかアルバイトの方が問わず、誰でも見られるようなもの、そんなことをやったりしてますね。このスペシャリスト研修のこのレオクアカデミーっていうのは、もう選ばれた人が参加できる？そうです、そうです、そうです。トップシェフとか、あとレオク大学院っていうのもあるんですけども、うん、本当にこう社内の中でも優秀な人材というか、意識の高い人材に集まってもらって、より専門的なことを学ぶ、そんな研修制度ですね。これのカリキュラムとかも社内で作られてるんですか？はい、社内で作ってますね。これすごくないですか？能率業界っていろいろ研修とかもやられてると思うんですけど、はい、自社でこれだけのことをやられてるっていうのはなかなか珍しいかなと思うんですけど。もうレオック様かソフトバンク様かみたいな、そんな感じの。いや、でも私これだけのなんか階級のやつは初めて見たかもしれないですね。しかもその結構ちゃんとしっかりとした研修制度が置いてあるっていう、これだと多分離職率は結構低いんじゃないかなって気がするんですけど、ね、一般的な外食産業と比べると低いですね。ちなみに どれくらい？ですね、1年単位で言うと、ちょっとアルバイトの方若干高いんですけども、はい、社員だけで言うと 20% 台ですかね。専門職で言うと 11-12% になると思います。すごいですよね。だから定着率っていうのが本当に進んで、しかもその毎年定期で2000人の人材を採用してるって、そこそこすごいね。新入社員が、例えば来年度で言うと760人、うん、で、あと海外でレオックアカデミーっていう東南アジアですね、やってる子たちが今1200人ぐらい学生がいますんで、この子たちが来ます。あと中途採用はですね、今年の実績でいうともう6000人ぐらい国内で採用してますんで、多分来年度は1万人ぐらいの採用になるんじゃないかなと思いますね。まあでも運用もね、規模がねちょっとでかすぎたらですけど、それだけの多分人員を受け入れるんだったら、やっぱりちゃんとした制度がないとみんな辞めてっちゃいますもんね。そうですね。だからきっとこうしっかりしてきたんだろうなっていうのと、まあ、本当にこの何ですか、他の飲食関係のこの離職率の高さを見るとちょっと異常なぐらい定着率が高いのかなっていう。そうでありたい、もっと下げたいんですけどね、うん、本当は。でこういう給食関係の市場で菊池さんから見るとこの辺のマーケットっていうのはどう映ってるんですか？先ほどそうでお話のあった通り、食べるということは絶対なくなっていかないので、成長市場になっていくということで、世界で見てると中国のメイツァンさんのように、メイツァンですね、美しいに晩餐会のさんですね、メイツァンさんのように社食 DX っていうのではスタートアップでユニコーンになるような会社も出てきていると、そういう世界のトレンドみたいなものを見ておられてですね、レオク様 のこれからの未来戦略とか、海外ちょっとこの辺は注目してるねみたいなことで、可能な範囲で何かお聞きできるとまだですね、具体的な
はなくて計画はないんですけども、あの一つは先ほどちょっとあの話したんですけど、グループで銀座おのでらっていう会社を、でまあ、レオックっていう会社が直接海外で知られてなくてもですね、まあ、そうい う, こう日本の高級和食店がですね、うん、あの世界に出ていって、で、まあ、マーケティング、市場マーケティングをしながら、あの最終的に給食産業が海外に出ていった時に、まあ、どういったことができるかっていうのは、あの外食事業を通じて今進めているところではあります。でどうしてもちょっとこう給食に対する考え方、まあ、もしくはその食べるということに対する考え方がちょっと海外と日本で違う部分があるので、まあ、その辺をもう少し把握しながらですね、ただ出ていくんだとすればですね、やっぱり中国かアメリカになるんじゃないかなと思いますね。それはどうしてですか？あのですね、例えばまあ物価が日本よりも低い会社で、あの食事にかけるお金っていうのはやっぱ日本よりも下がるわけですね。で事業上でいうと売上が低い会社に、あ、国にですね、売上が低い国に行くことになるので、まあ、そういった意味で少しあの事業としては行きにくいっていうのが一つと、あともう一つはですね、あの衛生管理ですとか給食のその病院で出る給食の管理みたいなんて、まだあの東南アジアとか、まあ、そういった国ではあんまり進んでないので、あの、まあ、事業としても産業としてもあの後進国というか、まだ途上の国には、まあ、少し行きにくいのかなというふうには考えています、うん、ある意味こう食へこだわれるというのは、まあ、贅沢というか、うん、生活のある程度のこう水準の保った上でのこう食へのこだわりになってくるんでしょう ね、 ね、うん、いやこの海外展開もそうなんですけど、私すごい気になったのはさっきはまあ人が重要だっていうことと、はい、美味しさっていうところ、はい、この2つが多分レオ君が成長してきたポイントかなと思ってるんですけど、人はその先ほどの研修とか前で分かりましたと。で美味しさのところでいくと、このなんか独自のメニューシステムというものがあって、エルパレットっていうんですか、これで何かその効率的な何かこのレシピの作り方みたいなのをこうやられてるたりしてるんですか？エルパレットはですね、給食献立作成ソフトなシステム でこれがあの、まあ、全事業所というか必要な事業所に全部入っているんですね。なのであの、まあ、やろうと思えば同じメニューを全部共有ができたりはできますし、あとはあの発注して物を取るっていう作業も業務としてはあるので、まあ、その辺が全部一連的にシステム化されてるって感じですかね。これ例えばあのここの社員食堂っていうか使ってる社員さんはこういう人たちがあって、味付けこういうのが好みだっていうのを、まあ、これに入れると、まあ、自動的にこうレシピというか、そこまでは開発中です。開発中なんですね。 AI の献立ソフト今開発してます。面白い。じゃあ関東関西と違うんでしょうね、好みがね。でもそういうのはあるでしょうね。聞いてね、出汁の取り方だからそういうそのまあ今言ったような研究の、まあ、データとかっていうのをこう徐々にこう貯めていって、最終的にはまあそれを使って自動でレシピ化していくみたいな。そうなればいいなと思ってますね、うん、はい、なるほどね。最近ねこういうのをこうやられてるベンチャー企業さんとかっていうのも増え始めてきてるので、おそらく多分実現可能なのかなと。多分これができてくると、その今までね大量にその食をこう作って提供してるわけじゃないですか。だからデータも相当あると思うので、はい、相当精度の高い多分ものが出てくるので、ひょっとしたらあれ最近なんかあの給食うまくなったとかあれ最近なんかメニュー変わったって気づいたら、その裏側でこの L パレットが動いてるかもしれないですね。いやすごいですよね。いやだからあの意外にそのなんだろう、我々って普段そのレオックさんに接する機会なかなかないじゃないですか。そうですね、あのなんだろう、学校給食ですとか社員食堂の裏側に入り込んでるんで、はいはい、なかなか知る機会がないんですけれども、知れば知るほど本当にこう地味ではあるんですけれども、人をしっかり育てていこう、着実に、まあ、導入した、お店さんですとか会社さんが美味しいと言ってもらえるようなことっていうのを本当地道にやられてる。そうですね、地道に、はい、認知度上げなきゃですね。いや本当最近食の例えば安全保障みたいなのとかも、はいはいはい、あのもうすごくコストがどんどん上がらざるを得ない、うん、 そうですね、そういう意味でこうビジネス環境としては、はい、こう調達が結構上がってたりするんですか、ね、調達上がってますね、うん、調達上がっ
で、まあ、上がってます、事実上がってるんですけど、うんうん、あのまあ、グループに物流会社をレオクフーズっていう会社があってですね、あのそこで一生懸命こうあの値段交渉はしてるんですけども、あの今やってるのは問屋さんをなるべく通さないっていう方法ですね、直接、まあ、はい、間にあまり会社さん入れないで、まあ、のもう極論農家と直接やりたいぐらいの感じなんですけど、うんうん、まあ、一次問屋さん二次問屋さん通すのが普通ですけど、なるべくそこをレオックフーズっていう会社がやって、うん、あの値上げ額っていうんですかね、率っていうのかを極力こう今抑えているような、はい、形でやってますかね、うん、まあ、そういう、 こうビジネスの工夫をすることで、まあ、値上げを抑えているというような、ね、そうですね、まあ、値上げはされてますけども、うん、あのまあなるべく抑えたいという感じですかね、うん、いやでもこれから特にね、その辺の部分さらにこうコストがどんどん上がってくると思うんで、その辺の、ね、サプライチェーンをどう整えていくかということは、ね、非常に多分会社にとって重要なことかなと思いますので、いやでも本当でもあれですよね、はい、はい、J リーグの横浜 FC の確かに資本参加されておられて、はい、で今週末から J リーグが開幕でございますので、レオックのユニフォームを着た選手たちが躍動していくと。あ、そうですね、楽しめると思いますけど、はい、社長やっぱ自ら見に行かれるんですか。開幕戦は行きます。はい、本当ですか。はい、菊さんも行くんですか。あ、私は、はい、あのダゾンで見るんですけど、ダゾンで見るんですけど、対する対戦相手、対戦相手の名古屋グランパスというところのちょっと応援をしてましてですね、申し訳ありませんという感じです。負けられない戦い、負けられない戦いが、お互い頑張りましょう。すみません、失礼しました。そちらのサッカーの方もね、そうですね、応援してます。はい、ご覧にしていただければなと思います。本日のゲストはですね、株式会社レオック代表取締役社長 COO の森秀和さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回はですね、3月2日木曜日の12時からスタートとなっております。それではまた来週お会いいたしましょう。